この橋で待ち合わせですが、コレコさん、リッカちゃん、いやらリッカです。待ってました。よろしくお願いします。はじめまして、宮城です。宮城さん、はい、コレコさんですね。はい、宮城さん、普段は何されてる方なんですか？見ての通りもずくの漁師をしてます。見ての通りちょっと分かんなかったですけど。もずく。はい、もずくの漁師してます。そんなもずく漁師の宮城さんがレコしてくださるのは何でしょう？亭主のこだわりが強い沖縄料理。はい、こだわりが強い沖縄料理。あ、沖縄料理はすごい大好きです。よかった。じゃあ行きましょうか。はい、行きましょう。お願いします。亭主のこだわりが強い沖縄料理を紹介したいと思います。はい、こちらです。ふかきそば。はい、あ、沖縄そば。そう、沖縄そば大好きです。沖縄そば、楽しみです。ありがとうございます。お邪魔します。こんにちは。はい、お邪魔します。はい、いらっしゃい。はい、しんや、おい、おにぎり。おにぎり、いらっしゃい。みんな家族だよ、もう。はい、ありがとうございます。あ、じゃあお邪魔します。伊原立花です。よろしくお願いします。ありがとうございます。瞑想礼。瞑想礼。ありがとうございます。楽しみだ。失礼します。で、蕎麦が2種類あって、はい、豚と魚の出汁のダブルスープの風かきそば。風かきそば。で、もう一つが魚介だけのスープの海かじそば。好きな方。どっち？沖縄そばって豚のイメージありますよね。豚の骨。そうですね。豚とカツオ節。うん、でこっちの亭主のこだわりは自分が釣った魚で出汁汁取ってるんですよ。すごい。で今日はあっち、今日の魚。そういうこと？そう、そういうこだわりなんです。今日はこの3つのお魚じゃないですか。はい、他にもなんかいろいろその日によって出汁。そうです。うちは毎日違います。あ、毎日？毎日違います。それはご自身で釣られたやつを出汁に使ってるってことですか？そうですね。基本的にはもう僕が休みの時にできるだけ海に出て、はい、はい、取ってます。そしたらこの海かじそば。わかりました。じゃあ僕は風かきそば。出しました。あ、来ました、来ました。はい、こちらが海かじそばです。すごい。魚そぼろ。あ、ちょっと待って、あんまり想像つかないぞ味の。はい、失礼します。はい、はい、こちらが風かきそばの照きな麺で、はい、混ぜご飯です。肉のそぼろ肉の混ぜご飯ですね。うわ、美味しそう、どっちも。はい、あ、結構透明な。いただきます。うわ、美味しい。なんじゃこりゃ。よかった。あっさり。そうですね、あさりだけに。あさりだけに。すいません。美味しい。甘みがめっちゃありますね。あと麺が、うん、こっちが生麦になってて、はい、島麦かなさんの全粒粉配合ですね。テルキナ、縮れ麺、これが製麺所で作ってる。本当だ、色も全然違いますね。ちょっと黄色い感じで。こっちが白っぽいでしょ。うん、なんか粒粒が、これ全粒粉の。はい、これは島麦かなさんの全粒粉になります。もう、うん、視覚的にもちょっと楽しんでもらいたいなと思って。はい、すごい素敵。うん、麺も美味しい。でしょ。うわ、そうなんです。香りがめっちゃいいですね。はい、よかった。すごいこのさ、だしと合いますね。そう、でちょっとこれも食べてもらいたくて、ご飯、うん、このそぼろは先週取ったお魚、このおだしのだし殻から身をほぐして日本酒とお酒とお醤油だけで空入りして、自分の子供にあげても安心安全っていう感じの感覚で僕はちょっと食材使ってるんで、はい、で、あとはフードロスがゼロっていうお店を目指してやってます。はい、食べたいからちょっと黙っててもらって。食べましょう。ね、いただきます。うまい、おいしい。うん、おいしい。これ煎ってるからか、サクサクですね、結構。そうですね、はい、魚が。そしてこれぐらいの魚にこれぐらいの旨味がギュッてなってる。上手。から本当に
あのご飯一杯とこの上ちょっとだけでもずっと食べれる感じの、これシェアして食べたくなりますね。あの、今やるとかじゃなくて。そばだけじゃないんだ、こだわってるのが。そばだけじゃないんだ、こだわってるのがある。ちょっとメニュー見てもらっていい？はい、取ってもらっていいですか。で、裏返してもらうと、あら、こだわりのデザート、こちらソフトクリーム工房が、今日のお出しできるメニューはこちらになります。ヤンバルイチゴのソフトクリーム、魅力的だな。どれ食べたことあります？僕はもうこの風貌から見て分かるの、もうゴリラだからバナナ行きたいぐらい。急に僕は何も言えねえです。私は僕はバナナ行きたいかなって。いいですね。そしたら私はおすすめのヤンバルイチゴソフトクリームにしようかな。はい、はい、あっ、来ました。こういうこと？すんごっ。僕もイチゴを初めて見たくて、そうだよね、冬の時期限定なので、ちょうど今、はい、パフェみたい。そうね、シェアできるみたい。シェアしましょう。先にじゃあ取っちゃってください、このあ、じゃあまだあのガボって取ってくれていいですか。ガボって、はい、じゃあ、いただきます。うわっ、まっ。ソフトクリームの味が結構濃いじゃないですか。濃いね。その甘さにイチゴが全然負けてないのはなんでなんだろう。旬だから。旬だから。めちゃくちゃ美味しい。来ました。半熟島バナナです。はい。うわこれ、わ、なんかトロットロしてそうですね。はい、どうぞ。はい。うわ、やっぱりうまい。全然違う。うまい。もうバナナ。でしょ。バナナ食べてるみたい。うまい。美味しい。宮城さんから見て、はい、うるま市の魅力だったりとか。うるま市の魅力、まあ大きく言えば沖縄の縮図、伝統、芸能、文化。で、あとはこの風かきそばさんで、そばと。デザートまで食べていただければ。めちゃくちゃ笑ってる。上手。上手。いや本当、でもなんかここでしかね食べれない味がたくさんあるし、ここでしかできないなんか体験だったりとか、感じられ、あのここでしか感じられない歴史だったりとかあるから、なんかちょっと見どころたくさん。もずくもね、これから初夏に向けて忙しくなるんで、またその時何かの機会でお会いできたら、お会いできたらミスターもずく様。はい、ありがとうございます。よろしくお願いします。またこだわってますから。そうですね、こだわりあるから。、はい。